東京株式市場では、昨日に続いて日経平均株価が大幅に値上がりし、およそ2週間ぶりに1万9000円台を回復しました。上げ幅は1000円を超えました。背景はアメリカ株式市場の急騰です。現在日経平均株価は昨日より1048円高い1万9136円で取引が続いています。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響に対応する大規模な経済対策が近くまとまるという期待感から、24日、ダウ平均株価は市場初めて上げ幅が2000ドルを超える大幅高で取引を終えました。この流れを引き継ぐ形で東京市場も大きく値上がりして取引が続いています。